皆さんこんにちは。ニュージーランドでワーホリをしているタイガです。将来ですね、英語が話せるようになりたいという方はたくさんいらっしゃると思いますので、英語が話せるようになるための、方法3つご紹介していきたいなと思います。まず1つ目にすごく大切なことが、英語を話す環境を作るということですね。野球のキャッチボールとかに例えると分かりやすいんですが、キャッチボールの時は相手が必要ですよね。で、英会話もそれが一緒で、相手が何かを喋ってそれに対して自分が反応をするっていうのが英会話なので、会話する相手が必要となります。じゃあ具体的に英語を話す場所ってどこがあるかっていうと、英会話教室ですとか、英会話カフェ、もしくは最近ですとオンライン英会話なんてものがありますので、ちょっとこのあたりご紹介していきますね。まず英会話教室、実際に僕も通ったこともありますが、こうネイティブの先生にこう英語を教えてもらうことができるので、こう体系的に一つずつ、ステップバイステップみたいな感じで英語を学んでいくことができますので、時間とお金に余裕がある方は、ぜひ、実践していただきたいなと思います。ただ英会話教室、少しちょっとお金がかかってしまいますので、英会話カフェなんかだと、すごく気軽にできるのかなと思います。で、どういう仕組みかというと、外国人の方と日本人の方が例えば2人2人とかでテーブルに座って、お茶なんかを飲みながら英語で会話をするっていうようなものですね。ただ英会話カフェの場合はですね、コンスタントに毎日英語学習の時間を確保するっていうのは結構難しいんですよ。英会話カフェってやっぱり週に1回とか、通えたらいいかなみたいな感じなので、毎日英語を話すっていうわけではないんですね。そこで一つおすすめになってくる方法がオンライン英会話という方法ですね。私は約1年ほど前までオンライン英会話のレアジョブっていう会社で勤めていたんですが、レアジョブではですね、フィリピン人の先生と毎日25分間程度英語を話すことができるので、毎日英語でスピーキングする機会を確保することができるので、その方法はすごくいいなと思います。英語学習ですごく大切なのは、毎日コツコツ少ない時間でも、していくっていうことがすごく大切なんですね。例えば毎日10分でもいいです。例えばまとめて、70分を週に1回するよりも、毎日10分を1週間毎日続けて70分する方が英語学習ではすごく効果的なことが多いんですね。なので今日勉強したことをまた明日復習する、そういうふうな、学習の仕方を心がけてください。はい、ということで1つ目はですね、英語を話す環境を整えることが大切とお伝えさせていただいたんですが、とはいえですよ、やっぱり1人でも学習する方法があったら便利じゃないですか。ということで、1人でもできる英語の勉強方法をご紹介していきます。私のおすすめの方法はですね、本屋さんとかに行くと瞬間英作文っていう本が売っているんですが、こういった本を使って口からすぐに簡単な英語の文章をパッと作れる練習をするっていうのがすごく大切だと思います。英会話では複雑で難しい文章をすぐ言えることが大切なのではなくて、簡単な英語の表現をパッと出すっていうことが大切なんですね。Where's May? May, she's cook. She's making bread. When she's finished, can I have some? I think so. Yeah. Don't do that. Can you hold Tigger's lever while I get my jersey? Mm-hmm. Don't let go of her, so she doesn't get lost or go to Harry. But I'm sorry. But actually, I have to take a video. So can you take her? Sure. I can carry her. Okay. Sorry, Tiger, but you're just gonna have to hold her, okay? But she's not gonna let me lose her over to the house. Okay. ちょっと犬が乱入してきたんですけど、続けますね。瞬間英作文という本は左に日本語が書いてあって、右に英語の文章が書いてあります。で、左の日本語の文章を見て、右にあるような英語の簡単な文章をすぐ組み立てるっていう練習をします。で、そうすることで実際の実践英会話の時にすぐ、言いたいことが言えるようになっていきますので、ぜひこの練習やってみてください。
して3つ目にすごく大切なのが目的や目標を明確にするということですね。例えば僕ですね、英語の本を読めるようになりたいなって思った時に目標が1つありました。その目標はですね、ハリーポッターを読みたいっていうことですね。子どもの頃に日本語でハリーポッターを読んだことがあったんですが、いつかその原作を英語で読んでみたいなと思ったので英語の本を読む練習をするようになりました。それがすごくこういい動機づけというか目標になったので、頑張れるという部分があったので、皆さんもですね、ぜひ目標や目的を持ってください。はい、ということで今回はですね、英語が話せるようになるための3つの方法をご紹介させていただきましたので、今回の動画を参考に、英会話の勉強頑張ってみてください。僕もこれからも頑張っていきたいなと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。